ポロチェロラビリンポロチスェロラビリンポロチス、ェロラビリンはい、ということで今回は第2層に行ってみたいなと思います。はい。今回のメンバーは、仮想のエレナ、アザレア、フォリア、エリクスというところで、まあバリアとね、アザレアのバリアとエリクスの、まあ回復というか解除でね、まあここは難をクリアしていきたいなと思います。はい、じゃあ行きましょ出発します。う。はい。じゃあ行きましょうかね。これ初手が大事ですよ。初手ですね。プニョ騎士をしっかり倒してもらわないとね。ああ、プニョですね。シャキーン。お。バリアをまといつつね。なるほど。まあここはね。ああ、まあね。まあでも懐かしいよね。ちょっ懐とかしいこう、ね。しばらく見てなかったからね。この方は普通に動いちゃっていいのかな。じゃあちょっとね、まといつつね。ああ、そっか、なるほど、なるほど、そんな感じだったか。生まれてくるよね、そういえばね。お、いいですね。慎重に行きましょう。こう行くしかないでしょうね。まあまあまあ。まだね、目玉さんは。おお、ナイスです。やっぱ浅田川強いよね。なんかあのお化けを早めに倒しとかんとね。そうね。お、これもこっち。そっち以外にいないよね。お、ナイスナイスナイス。おおお、どの道ね。ちょっとバリア不足でしたね、これ。あ、本当ですまあでね。もエリクスにね。僕が支えるよ。なるほど。エリクスがいい場所に、ね、これちょっとワンチャンいい。おお、どうぞどうぞ。ワンチャンどうぞ。おお、ナイス。これナイスじゃないですか。ナイスよ。まあ、プニョ。まあ、こう、こう。あ、こうね。お、ナイス。怖いよね、このズグシュって震えるから、こうスパイクに刺さったような感覚を覚えるそうんだでよすよね。ね。ナイス。あれ、なんで今食らったの？エリクス触ったのにね。触る前に刺さっちゃったんじゃないの？ああ、そういうこ厳しいよね、こういうのね。判定がね、急に判ね。定がね。お、これはエリクス触って、そうだね、エリクスからの、わあ、なあ、これもちょっとチャレンジしていい？どうぞ。ナイス。危なー。カロリー。お、これは斧が光ってますけど。あ、プニョ。まあそこら辺皆殺しにしてもらっていいよ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？横にこあ、横にこう。もう通るものすべてなぎ倒す感じで。よしよし。強いね。斧強いね。そこカンカン案件じゃないですか。いい？カンカンで。どうぞ。あとはまたね。ちょっとエリクス触りつつな感じかな。そうだね。じゃあこうなるかな。お、みんな殺しよ、みんな殺し。上手ですでしょね。でしょ。一応こいつさ、アザリアに触っちゃったんですね。あ、そうね。触っとかないとね。わ、強いわ、斧が。斧がね、重
ターより強いよね。これいい感じじゃないですか。いやいや、スムーズですよ。これだけ火力があればね。うん。とりあえずエリクス触りのプニョ吉全滅な感じかな。オッケーオッケーオッケー。お、ナイス。ナイス。お、ナイス。またこれエリクス触りのじゃね。これ刺さるよね。もう刺さってるから大丈夫なの？そっち行く？触らないとでしょ、エリクス。いや、上にこうかすれば大丈夫じゃない？ああ、なるほどね、うん、なんでその自殺しに行くような。まあ、びっくりしたよね。うん、びっくりしたね。どうしよう、こいつ倒しちゃった方がいいよね。そうね、うんうん。これはこういきながらガーンできるな。ああ、なるほどね、溜め込みながらのね。そうそうそう、そのドクロをかわしつつよ。オッケーオッケーオッケー。この辺かな。戻ってきたらもうあのドクロ絶対死ぬからね。こうかな。えい。おー、ナイスー。おー、でしょでしょでしょ、いい感じだわ。うわー、俺またここやん。面白くないこれ。相変わらずのね。ちょっとずつ前に来てるけどね。まあ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 、封印は怖くないわよ。エリクスよ、エリクス。えええ、エリクスね。これでいいかしら。うん、ナイスじゃない。強い。エレナ強いな。強いね。ちょっとね、うまく当てようとしてなかったけどね、今回はうまくいったよね。お、これはチャージしながらね。チャージから、おお。よしよしよし、いい感じ。あ、この嫌いなね、二層をこんな軽々とね。うん。最後？最後なの？いやいや、最後じゃない。なあ、まだった。これも皆殺し案件でもいいかもしれないね。ああ、でもプニョがね、プニョ邪魔ですよ、上の。うん、両方倒してほしいな、プニョ。え、そうなると軌道が変わってきますけどね。ああ、まあいいよいいよいいよ。ああ、いや、いいよいいよいいよ。何が何が何が、今ので大丈夫。うんうん、ちょっと待って。いや、違う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 、何何、アザリアの方倒してくれないと。やれやれ、もうナイス。お、いいですね。どうしようかな、これ。うーん。あ、でも倒しとかんとね。そうね、パワーアップするから怖いよね。そうなんよね。ただこのね、目玉の親父の場所がちょっとね。うん。エリックス。あ、でもボスに当てつつで、エリックスに行ったら。そうね、うんうん、こんな感じで。で、うんうん、プニョもね。うんうん、お、ナイス。よし。でもそろそろパワーアップの時間がやってきますね。そうやね、やばいね。いつでも行けるよ。お、回復するか、それか。あー、なるほどね。今こそ成果を見せるとき。ちょっと回復しとくよ。うんうん、お願いしますね。あら、貫通になるのね。うんうん、お、だいぶ回復しますね。うんうん、やばい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 よ、やばいよ。おお、めっちゃ食らった。残してたからね。スキルまだ早い？スキルは早い。まあ、うん、でもちょっとあの下の雑魚たちを倒しとかんと。そうだよね。じゃあこんな感じかな。いい、いいかしら。うん、ちょっともう一体ぐらい倒したかったな。うひょー、やばいですね、これは。バリア、あー、滑った。うふー、まあまあでもいいんじゃないですか。あー、パワーアップが止まらない。いつでもいいです。
もうハンタースキル使ってもいいかもね。ここでちょっとアザリアに当たりつつ、あー、まあこうこう上にこう行こうか。オッケーオッケー、こうね。じゃあ、あ、違う、こう、こう、こう降りてくるみたいな。こう、うんうん、いけ。よしよしよし、強い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 。ただ次、まあ最悪ゼロ突破でもいけるのかなというところですね、うん、それしかないね。あぶな、怖い。あぶな、いやーもうここでちょっとクリアしたい私は、うん、もう二層嫌いだからね。まあ、またポニョ。あ、いや俺次ね、あの貫通に変身するから気にしなくていいよ。ああ、そうかそうか、うん、どうしましょうね。もう任せる任せる、こう斜めにこう動いていってもいいし。あ、そうだね、あんまり動けないからね。うん、まあまあこうこうでいいかな。ああ、うわ、カロリー辛いな。頑張りましょう。まだ遅延あるしね。ああ、そっかそっか、水地ちゃんがね。おお、これはいけるんじゃないですか。これカッサスいっとく。あ、カッサス当てとく。うん、じゃあこんな感じかな。うんうん、あんま減らんねえ、ここのカッサス。そうね、硬いね。水っちゃん使う、まだいい。ああ、これドクロ死んだりしないかな、目玉の親父。やばいやばいやばいよ、やばいよ、やばい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 、あー死んだ。水中意外と強かったね。いや、でもみんな防いでるから逆に良かったかもよ。お、これハンタースキルいきますか。おお、こうなんだっけ、助走をつけてね。うわー、でも助走をつけてこの車の方に当たったら嫌だな。車タイヤついてる。あ、ハンタースキルを使わないの。うん、どうする、攻撃でいいかな。そこはもうポロのクロスマタルゆえんやね。いやー、私はなんとなくこっちな気がするな。うん、テンダーロインよ。おー、おー素晴らしい。おー、おー、ナイス、強い強い。いやー、このメンバーはなかなかですよ。まあでもここはもうアザリアとエリクスがいたらね、うん、あとはそうね、あと火力で貫通がいれば、うんうん、持っていけば、うんうん、いやいや、はい、クリアできましたね。いい感じやね。うんうん、お、お、石ももらいましたよ。うん、はい、ということでね、2層も無事クリアできたということで、はい、次は3層に行ってみたいなと思います。頑張りましょう。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。